婚するなんて思ってなかったから、うんうん、僕は僕はね特にこれ今50ももう明日で54になるんだけど、うん、結婚式をやるっていうこと自体がもう想定してなかったから、うんうんうん、ここまで来てもうまず、ね、カミングアウトも遅かったし、ね、結婚っていうことをまず想定、うんね、友達の結婚式は行ったかもしれないけど自分はもうそれはね、うん、他人事っていうか、ね、そう分かる分かる、うん、思ってたから。自分結構仕事柄なんだろう、ずっと結婚式っていうのは結構見る場面っていうのはあって、よりなんか男女のものじゃないけどなんか自分には関係ないことみたいなかいう感情に変わってた時があって、なんかやっぱりそういうことって多分僕の人生においては多分きっとないんだろうなっていうような、諦めじゃないけどなんか、まあ、違うことみたいな感じに思ってた時から、想像してなかったことが現実にこれから起ころうとしていることにすごくワクワク感となんか緊張と、なんだろう、いろんな感情が今うわーってなってます。変わりだしたよねお互いに。 その結婚っていうものをすごい意識し始めても、うん、その今同性婚ができないとか、うん、でそこももちろんなんかあるのかもしれないけど、できないからこそやりたいとか、うんうん、もうあったんだけど、やっぱり結婚したいねっていう、うん、だから結婚式あげようっていう、うん、すごくシンプルな理由だったと思う。その勢いではあったけど、本当にやっぱりこう契約っていうかその、ね、結婚式場を決めるときにやっぱり考えたときに、うん、もう僕たちもう7年だし、うん、結婚式挙げてみんなになんかこう、ね、僕たちのこういう形を、うん、晴れの姿を ね、うん、ね、見てもらって、うん、まあ、祝福というか、ね、うん、認めてもらいたかったっていうのはあった。これからは互いに尊敬し愛し合い。結婚式に参列されてどうですか、見て。何も変わらないというか、幸せそうな2人見れてなんかこっちも幸せになる感じは変わらないかなと思います。ありがとうございます、ね、ありがとう、バイバイ。バイバイ。同性カップルの結婚式は初めてだったんだけど、本当にもういや心温まるね。まあ結婚式も久しぶりだからあれだけど、うん、あの2人が末永くお幸せになってくれることを願って、かつあの自分もなんかあの幸せになれるようにあの頑張って努力したいと思います。ありがとうございました。いやすごい、もう幸せのお裾分けみたいな感じで、すごくなんか自分も幸せになる、なったような感じがしました。あとは和江ちゃんのやっぱりスピーチもすごく良かったです。ありがとうございます。あの時のともくんは、まあ、笑顔は全然すごいよく笑う子やったけど、やっぱりこうなんて言ったんですかね、包み隠さずになったというか、あのさらけ出してになった後のともくんと、あの時のともくんでやっぱ幸せ度合いが全然違うなっていうかありましたね。ともくんのいい部分は何も変わらず、それにプラス本当になんか幸せになったんだなっていうのがすごい伝わると思います。家族に報告した時はどうだった、家族の反応は。僕の場合は母親もね、だいぶ前にカミングアウトはしてて、うん、で結婚式、まあ、こんだけともくんといれば別に驚きもしない感じ。ただね、兄弟、兄には話してなかったから、結婚式やっぱりやるんだったら内緒にするなんて嫌だったから、うん、まあ、初めてまず兄にカミングアウトして、うん、カミングアウトして、でもうカミングアウトしたならね、来てもらおうっていう。そしたらこうもうなんか知ってたみたいで、僕のこの今の生活、まあ、なんか、うんうん、ネットかなんかでやっぱり見てしてて、で家族みんなで行きたいって言ってくれたね。それはもう予想外だったね。あの子供たちがみんな行きたいって言って、おじさん、おじさんだよね、おじさんの結婚式行きたいみたいな感じで、それは行ってよかったなと、嬉しかった、うん、初めて戻りましたけど、まあ、それは一人のね、まあ、あの人間としてその一人ね、人生はやっぱりそれぞれ違うと思うので、まあ、それは私としても最終的には納得しました。はい、最後にあのひでちゃんとともくんに何か一言お願いします。二人でね、協力して今後とも、まあ、元気でね、楽しい家庭を作っていっていただきたいと思ってます。ありがとうございました。ともくんの頃は結構 ね、 なんかね、家族も兄弟もみんな
普通に受け入れてくれて、全部ね、全員家族全員で来てくれるし、うん、受け入れてくる。特にお姉ちゃんはね、もう自分が小学生ぐらいの時から多分そうだろうなって感づいてて、何回も発砲をかけられててそれをかわし続けてきたから、なんだろう、全然今はすごい仲いいし、言ってからもより仲良くなって、今こうすぐ一番喜んでくれて、絶対行くって言って、ね、今回も来てくれるんだけど、お姉ちゃんも一番喜んでくれてて嬉しいなと思って。今日どうですか、あの式ご覧になって。はい、感激しました。皆さんにこんなに祝ってもらってありがたいですね。はい、あのトモ君から、うん、自分自身がゲイだということであったりとか、うん、それこそ今パートナーっていうかヒデちゃんいるって聞いた時って どうでしたか、うん、正直、うん、あのちっちゃい時から思っとったんですよ、実は。うん、あれね、ね、ね、みんなちょっと感じ取ったんですけど、それを否定し続けてた私がいたんですよね。こうあんまりなんとなく分かるけど認めたくない自分がいた。そう、それ多分でともに言われました。僕が言った時にお母さんがえーみたいな顔したって、すごい寂しいって言われた時にね、あ、悪いこと言ったかなと思ったけど、でもやっぱり本人がね、それそこが、うん、本人が選んだ道だし、それで本人が幸せなんだらそれでいいんだと思います。お姉ちゃん家族と自分たちとで飲む時があって、お母さんが乾杯する時にお二人の、お二人だけ言ってたよね、うん、そうお二人の門出を祝って乾杯って言って、だから最初ね、僕らが本当に一番最初こう付き合う時はすごい、うん、なんかね、そう三者面談みたいな感じで、東京になる、東京でお世話になるおじさまみたいな感じで、はい、でそれは前回のね、うん、あれでも話したけど、うん、それが今はね本当に歓迎してくれて、母親に見せてたのが一番嬉しかったかな、正直。なんかね、もう高齢だし、ね、正直こんなの見せられるなんて思ってなかったから。でね、本当は当初はもうちょっとうちの親族も来るはずだったけど来れなくなっちゃって、でも一人でも来てくれて、新幹線一人乗って、そこが本当に嬉しかった。もう東京も出たくない、遠くに行くの嫌がる人なんで、そこまでして来てくれたから、そこはめちゃくちゃ嬉しかったね。もうもちろんみんなにこうやって祝福されたのも嬉しいんだけど、やっぱりそれがこうやろうっていた、まあ、理由でもあったから、母親に見せたいな、親に見せたいなって、それが叶えられて、言葉でも話してたけど、実際にこういうふうにみんなに祝福されてるんだよ、僕らはこんな幸せなんだよっていうのを、まあ、母に見てもらえるって思ったかったっていう、で今日はそれが叶えられた。自分はすごく悩んだ時期もすごくあったし、やっぱりこう結婚式を挙げるっていう将来があるなんて10代の自分は何も思ってもなかったから、なんか考えてもいなかったことが今現実に起こっているっていうことはすごいなって思ってて、やっぱりそれをこうなんかポジティブに、今こういう自分たちができているっていうことがすごく日本の社会でポジティブな印象として映ってくれたら嬉しいなって思うし、それを見てこう自分もこう明るい世界があるっていう、分かんない、なんだろう、その未来っていうものが描ける方向が、まあ、同性婚はできないかもしれないけど、その結婚式ってできるんだって、こういう人もいるんだっていうのを可視化じゃないんだけど、できればいいなと思いは、やっぱり自分たちがやりたいからやるのももちろんあるんだけど、やっぱりなんか外周りの友達だったり、まあ、自分ももちろんそうだけど、同性婚したいから、なんかそういう力になれればなっていうのはやっぱ思ったかな。こんな感じで笑いながら一緒にいれたらいいなっていうのが、今はそんな率直な気持ちかなって思いますね。